これが今日作っていく B 級の 20W のアンプです。こちらが入力の端子、こちらが電源電圧の端子、そしてこちらがスピーカーになります。ということで回路を少し詳しく見ていきましょう。まず左上から説明します。この回路の特徴なんですけども6つあります。この回路は8オームのスピーカーが接続されたときに最大で 20W まで出力することができます。次に入力電圧なんですけどもプラスマイナス 1V で設計しました。ゲインは20倍に設定しました。これは 1V の電圧を入力すると 20V 電圧が出力されるということです。今回はフルディスクリートで作っていますので、バイポーラジャンクショントランジスタを7つ使用しています。スピーカードライバーなんですけども今回は2段構成にしました。実際にスピーカーを駆動するのは2段目高段のドライバーだけです。1段目のドライバーは2段目のドライバーを駆動するためだけに使用しています。そして最後の特徴ですけどもネガティブフィードバックを使って回路を安定的に動作させています。こちらの作動増幅器になります。左側のバイポーラジャンクショントランジスタには入力電圧が引火されます。右側のバイポーラジャンクショントランジスタにはスピーカー電圧が分圧された電圧が引火されます。この2つの電圧で作動増幅をかけています。回路の原因はこの R6 を調整することで変更することができます。今回は原因が20倍になるようにこの R6 を設定しました。実際に回路を作る前に LT スパイスで回路シミュレーションをします。こちらがシミュレーション結果です。上段の波形が入力電圧、下段の波形が出力電圧です。入力電圧 0.5V に対して出力電圧が 11V になっています。増幅度は22倍となっていますのでおおよそ設計通りになっています。設計した回路が問題なく動作することをシミュレーションソフトで確認しました。ですので次は実際にプリント基板を設計していきます。こちらが設計した回路図です。電流が流れるところは太く短くを意識して配線を設計しました。 3D ビューで見てみます。こんな感じでうまいこと設計できていることが確認できました。設計後注文した商品が届きました。開封します。プリント基板が5枚で5ドルだったんですけどもかなりコスパいいと思います。品質も問題ありません。プリント基板なのであとはハンダ付けするだけです。ハンダ付けしていく順番なんですけども基本的に背の低い部品からハンダ付けしていきます。この場合だと抵抗とセラミックコンデンサーから順番にハンダ付けしていきます。次に少し背の高い可変抵抗や電解コンデンサ類をハンダ付けしていきます。可変抵抗はうまく位置が決まんないのでホットボンドで事前にくっつけておきます。これはスピーカードライブ用のバイポーラジャンクショントランジスタです。かなり大きいです。
最後に一番背の高い電解コンデンサをつけます。そして半導体の部分にこのようにですねヒートシンクをくっつけます。ヒートシンクは値段が高かったので少し小さなものを使いました。これだとかなりギリギリの設計ですので、本当なら余裕を持ってもう少し大きいものを使うことをお勧めします。アンプ本体が完成しました。スピーカーを鳴らす前にまず無負荷で試験をしていきます。無事に動きました。次に出力電圧を上げていきます。出力電圧を上げていくと青色の波形ですね、このように 20V を超えたあたりから電圧がクリップし始めます。無負荷試験はクリアしたので、次は8オームの抵抗を使って負荷試験を行っていきます。回路図には書いていなかったんですけども、出力端子にローパスフィルターを追加することをお勧めします。負荷試験の場合にも無事に動くことが確認できます。 BQ アンプの宿命なんですけども、このように電圧のゼロクロス付近でクロスオーバー歪みがあります。特に低負荷の場合に顕著です。これはスピーカーをドライブするトランジスタのバイアス電圧が不足しているために発生します。この問題は単純にバイアス電圧を稼ぐためのダイオードの数を増やせば解決します。実際にダイオードの数を2つから4つに変更して確かめてみました。変更後の波形はこのようになっています。クロスオーバー歪みは完全に消え去りました。でもこのやり方だと常にバイアス電流を流すことになりますので、あまり効率のいいやり方ではないです。この状態だとトランジスタは永久増幅とほぼ変わらない動作ですので、めちゃくちゃ発熱します。最終的にはダイオードが3つに落ち着きました。出力電圧のオフセット調整も忘れずに行います。次に THD の測定をします。 THD というのは全高調波歪みのことで、波形がどれくらい歪んでいるかを表します。この THD が低いほどいいアンプということになります。マトラボを使って THD の解析をします。THD は 0.57% になりました。予想してた値よりだいぶ高くなってしまいましたので、念のため入力信号も確認してみました。入力信号の THD も 0.42% とかなり高めです。 THD が高くなってしまった原因なんですけども、オシロスコープの電圧解像度が 8bit しかないことと、スマートフォンのしょぼい DA コンバーターで制限波を模擬しているからだと思います。次に導特性を測定します。制限波の周波数を 20Hz から 18kHz まで変化させました。こんな感じでフラットな特性が得られました。次は実際にスピーカーを鳴らしてみたいと思います。ステレオで鳴らしたいので、もう1台同じアンプを作りました。最後にもう少しいいスピーカーを鳴らして終わりにしたいと思います。それではどうぞ。
今日はフルディスクリートの BQ アンプを作りました。作成したアンプの THG の測定などは次回以降の課題にしたいと思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。